毎朝6時チャンネルむっちゃ今日使える日本の歴史、毎朝皆さんとお会いできることを楽しみにしております。よろしく。こんにちは。第73世竹の内の福根、竹内睦弘です。今日は2月26日、何があったか。226事件です。陸軍行動派と陸軍統制派の対決です。そしてもう一つ、魔王北一騎と天才石原莞爾の対決であります。大変なことが起こってしまったのです。趣味が革命、橋本金五郎が登場。金五郎は言いました。三島砲兵連隊連隊長橋本金五郎参上と、ちなみに皆さん、先ほど言いました通り、あの陸軍行動派が陸軍統制派を倒すための戦いだったんです。なのに橋本金五郎は統制派なのに行動派にお手伝いにやってきたぞって言ったんです。もう完全に間違ってます。面白すぎます。ということで、橋本金五郎は言ったんですが、いきなり橋本って呼びかけられて、ちょっと来いって言われたんで、橋本にちょっと来いって将軍でも言えないんですよ。怖すぎて。趣味が革命ですから。ちょっと来いって言ったのは、なんと陸軍大学校創設以来の頭脳と言われた石原莞爾です。おお、石原、お前も参加してくれるのかって。石原莞爾も統制派の最高幹部ですよ。殺される側の最高幹部なんですが、橋本、ちょっと来いっつって橋本を拉致して、帝国ホテルまで持って行って、でも橋本はもう興奮しまくってんです。趣味が革命ですから。石原、やったな、ついにやったな、陸軍はって喜んでるんですが、無理だ橋本って。俺は今日朝天皇陛下にお会いしてきたが、もう天皇陛下は激怒だって。航空を勝手に勝手に動かすのはもう許せないって。天皇陛下激怒したからって、お前すぐ三島に帰れって言って、このままじゃ死刑になるぞって。そうなの、そうなの。橋本、お前は帰れって。何とかするかって。今のは見なかったことにするからって。石原莞爾は言いました。そして、戒厳令が下され。戒厳令というのは、軍隊が全ての政治実権を取るということです。そして、その実権を握るのは戒厳参謀です。戒厳参謀、石原莞爾は、見事に、全員を、26次元をの隊員を全員逮捕しました。最後、石原莞爾自らが全員の階級表全部入っていきます。勝手に動いたんだからっつんで、全員の階級表をビシッビシッビシッと入っていった。そして終わる。しかし本当は対応すべきはそうではなかった。天才石原莞爾の対応する相手は魔王北一騎でした。魔王北一騎は兵士たちに丸があるかって言ったんです。お金はなんとかなってんだろうなって言った。大丈夫ですって。分かったって。北一騎はね、自分がお金が悪くても出してくれるようなすべては持ってたんで、なんとかこの一騎は一騎瞬のうちに決めないとダメと思ってたんです。そして北一騎はそれを聞いたんです。これをなんと NHK で
盗聴してた男がいます。石原莞爾です。魔王の会話は石原莞爾、天才石原莞爾が全部聞いてました。はっきり言いましょう、北駅はこの226事件ほとんど関係しておりません。関係しておりませんが、この会話によって死刑になります。そして最後死刑になるとき、側近の西田貢が言いました。この西田貢、実は私の祖父と陸軍士官学校34期で同期なんですが、西田貢が、北先生、我々も天皇陛下万歳を唱えて死にましょうと言ったとき、北駅は、西田君、そんな必要はない、そう言って終わった。そんな事件でした。まあ823年に、比叡山金宝鋳造が、延暦寺っていう名前に変えられます。延暦寺っていうのは延暦っていう年号寺院、年号をお寺の名前にするっていうのはすごく誇り高いことなんです。延暦寺ができます。これ、年号寺院はね、すごい重要なんですよ。文句言われたところいっぱいありますから。そして、1609年、島津家久が琉球征伐を行います。ここから薩摩藩、鹿児島が沖縄を支配するようになった。そして、元忍者である間宮林蔵、が死んだ日ですね。1845年、元忍者、間宮林蔵です。この人はどこまでやったかというと、薩摩と幕府が最高に仲が悪くなった時に、幕府の老中が、薩摩殿、あなたの屋敷、薩摩屋敷に参勤交代で戻った時、ちょっと、ここの庭の、下を掘っておいてくださいねって、木の下をっつったら、ビシッとバーン、抗議隠密間宮林蔵と書かれてました。屋敷内までちゃんと抗議隠密、徳川家の抗議隠密は入っていたんですよ。いきなり抗議隠密間宮林蔵って書かれてたんです。あーって薩摩公も何も言えませんでした。それ以後薩摩公は、お庭番というのは非常に重要だと思いまして、で水戸あの島津斉彬はお庭番として西郷吉之助、後の西郷隆盛を、瀬古殿をちゃんと入れてくれたんですね。また来週。